トスカム、ビヨンザスカメラということで、東京大学の立岡が発表させていただきました。初めての方が結構多いんで、簡単にご紹介させていただくと、東京大学と言いましたら、実は僕4月1日に入学になって、4月3日に休学しましたし、自分のお姉さんに最速の休学だと言われたので、そんなにしてないと思ったんですけど、普段趣味は草工業やってます。で本当は今日も例年だったらお祭りがあるという感じだったんですけど、今日はこっち側で入って発表させていただきます。で、トスカム、ピクスタカメラって書いてあるんですけど、これは何かっていうと、従来のカメラって手で持って固定して使うので、で、それそうじゃない、もっともっと動かすモーションカメラ、モーションカメラというのを言いましょうか、それ動かすカメラという意味で使わせていただきます。で、トスカムって何かというと、投げるカメラで、投げるって本当はいろいろあって、上にポンって投げるっていうトスからその横に投げるスロー、大体こう2つくらいあると思うんです。単純に落とすとかそういうのもあると思うんですけど、それ全体を包括して、このカメラはできるね、そういうような運動の中で使われることを想定します。で、きっかけとしては何かというと、カメラを投げる、カメラを投げるという、僕ずっと野球やっていたんで、その野球のボール、その視点から例えばキャッチボールしている自分の姿を見たらすごい面白いんじゃないかなというふうに思いました。で、それってどういうことかというと、今までここで例がなかなか見せられなかったので、言葉でいくら伝えても伝わらないという歯がゆいのもしていたんですが、実際に作ったシステムを撮った映像なんですが、未体験の、ボール球の運動って、ボールの運動ってもうすごい速さで、体操選手なんかもすごい高いところが落ちたりとか、回転したりとか、全然人間が考えられないような運動をしたりするわけですよ。で、そういうようなボールから、映像を撮ると、こんな感じで、だんだん落ちていくような回転してくるときに、人に見つかるよ、人を、なんだろう、3メートルぐらいインしたり、ボーンっていう映像が撮れたりするというようなものになっています。で、それきっかけがあって、で実際にそれきっかけがあったら、もう少し自分でできることを試してみようということで、結構前なんですけど、キャノンのカメラで単純に投げてみました。で、どうなったかというと、普通のいわゆるカメラで実際に撮ってみると、こんな感じですか。ちょっと横に入れただけでも結構なので、実際に投げてみると、もうこんなに、特に、投げてる最中とかって、本当、ここ、屋根というか、家の壁の模様があるんですよ。その模様が全く読めない。こんな感じでもう何撮ってるか分かんないというような状態なんですね。で、とはいえ、最近のカメラは、ブラブラブラと、こんな感じで。最近のカメラは、ちっちゃいんですけど、よくできていて、高フレームレートで撮るものが、あったりします。それだったらもうちょっとシャッタースピードが速くなってるので、もうちょっと綺麗に撮れるかなと、その分解像度が2000になってたりするんですが、これ大きくするとまた別の要因でちょっとこうぼやけちゃったりし、よく分からなくなって、小さくて、投げてみると、確かにさっきよりは分かるんですね。今この距離でちょっとスライド作ってる時は大丈夫だろうと思ったんですが、こんな風に使うとつまらないんですけど、こことかって、実際よく見てみると、ここ、綺麗に葉っぱが生えてると思うんですけど、全然わからない。もう横に流れちゃって、隣の葉っぱと映像が重なっちゃってる。そういう風な絵を作る、そういう写真を撮るっていうアート的な意味があるらしいんですけど、僕からしたらもうこんなの、全然使えない。結局、ブラばっかり。で、普通のカメラじゃ、全然こういう、実際に投げてボールの視点を撮ろうと思っても、全然撮れない。見えない。何映してる、そういうのになんかちょっとムカついてですね、プロジェクトというのがありました。で、過去にやられてるものっていうのは当然あるだろうと思ったら、やっぱりあって、水戸に出した初動くらいに同じようなことをやってる人は、世界広いですから、ドイツの方にいたりして、で、左側のヨナス君とかの、
り投げるんですね。まあ、こんな感じで。
使おうというので、まあ、数十マイクロセットのものを使いました。で、実際に開発していったんですけど、まあ、カメラの部分は一応できるだけ速いシャッターと、まあ、それからデータを引っ張ってくるアームのフォークを使いました。で、このシステムで大事なのは、6台のカメラをつなげるときにカメラ間のシャッターがずれてしまって、まあ、意味がないと。運動の速さに負けないような動機が必要だということで、まあ、非常に速い、動機信号を発してくれる、なんかのカメラを選びました。で、まあ、そのカメラとモードって、まあ、今みたいに組むのはそんなに大変ではないんですけど、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、小型化する部分で非常に苦労はしたんですが、それ以外のところに関しては、まあ、論理的にはそんなに大変な話じゃないですね。で、むしろその周り実際に投げるときに、まあ、どういうふうに、もうそもそもカメラの配置が崩れちゃうようなものじゃダメだと。なおかつ、そのカメラの配置がちゃんと前進にならないと、最初の目的は達成できない。どうしようって考えたときに、まあ、球、まあ、ボールなんでやっぱり球で作っておくのが投げやすくていいなと思っていて、じゃあその分カメラをボールに配置したいんじゃないかなと思って、まあ、タコで、ポンポンポン。でまあ、プロバーの出資は、あの、キャドをですね、半年間で多分200枚くらい、100枚近く書いていて、で、まあ、それくらい、なんだろう、やんないと、こう、一個のものっていうのはできないんだなっていうのは、そういうふうに知りました。で、まあ、こんな感じになっていて、で、実際に作るとですね、まあ、こんなものを作ります。で、そこにどんどんワシャワシャって入れていって、まあ、完成しました。で、まあ、完成したらいいんですけど、実際に投げるってなると、で、ぶつかると当然硬いから割れるわけですよ。で、まあ、そこの部分をどうするかって話して、まあ、ショック吸収の機構が必要がないと。で、まあ、じゃあショック吸収っていろいろあるんですけど、どうやったらこうあんな球面にぴったりのものが作れるかなって考えて、まあ、表面からこうピロピロピロとですね、切り出していって、こう投影していってあげた図を作って、そこにそれに合った形の、ものを作ってあげたら、ちょうど晴れて綺麗な表面になる。まあ、そういうわけでスポンジをやりました。もう非常に大量印刷して、ね、ひたすら切っていくという、そういう作業をしたかったもうこれ、あの、なんでこんなの作ったの、これがないと僕楽しくなくて、もうちょっと作業するのが辛かったっていうのもあるんです。それくらいこう、なんか修行みたいなで、まあ、どんどん走っていくと、まあ、なんかもう救命っぽいのが出来上がる。で、まあ、このでまあ、じゃあ実際にできたのはいいけど、何が取れるのって話が残るわけですね。あの、昨日かいろんな人に持ってったらやっぱり物があるんで、かっこいいとか言ってもらってちょっと嬉しかったんですけど、まあ、見た目だけだと本当に良くないなと。でそこの部分で、まあ、いろいろ実験したら細かい修正を繰り返して、やってきました。で実際撮影の様子はこんな感じで上に、まあ、これ上に投げてるやつなんですけど、あの、非常に速いから、これハイスピードで 200fps で撮っても、その結構視認が、あの、普通 200fps で撮ったらですね、割と回転とかが動いて止まるものなんですけど、まあ全然止まらないよ。大体これ1秒間に 1-2 回転くらいしてる、非常に速い回転の中で撮ってます。で、まあその結果として当然出来上がるのは300fps でも、実際はほぼどういうことかというとですね、まあ、これが撮れた写真の一つなんですけど、まあ、よく見るとですね、非常に穴が開いていると。まあ、これ、いろいろあって、あの、一番大きい理由は、その、カメラの、カメラがその中心からどれだけずれてるかっていうのが、これを発生させる原因の一つになるんですけど、まあ、それがちょっと長すぎたってことは挙げられます。まあ、シミュレーションの時にはもう余裕で15度くらい余るはずだったのに、全然足りなくて、こう、ちょっと悲しいなって。まあ、でもそれでもちょっと、あの、実際にですね、撮ってみると面白いと思います。
成果報告会の前にちょっと考察してみたんですよ。投げてるところなんですけど、下側に僕がいます。あ、非常にタイミングが悪くて、投げてるシーンなかなか行かなかったりするんですけど、今回。近づいてくる画像とか動画っていうのは今まであんまりなかったんですけど、まあ、今後こういうのを使って面白い映像を作れたらよかったなというふうに思います。まあ、ちょっと時間が足りないところがあって、まあ、達成できなかったこともたくさんあるんですが、とりあえずまとめるとですね、それでも従来のどんなカメラシステムよりもはるかに速い運動の中でブラを発生させることなく360度、まあ、ほぼ360度全視野からの映像を使用できるようなもうすぐ答えられます。まあ、僕、学習とかそういうのできない人間なんで、まあ、空中宙返りとかの電動作ることができたら結構嬉しかったです。で、まあ、フューチャーワークというかですね、まあ、正直、時間がなくなったのは、こいつのせいで言っても間違いない、対処することなんですね。で、まあ、これ、7月の前半で長期でやってたんですけど、まあ、今までのこの作ってきたカメラは 15fps しか撮れなくて、で、まあ、運動の時のカメラって、運動してる時のカメラある程度ないと一回転が忘れちゃうんですよ。一回転した2枚の画像って見分けがつかなくなっちゃうので、せっかくの運動がもったいないので、で、早いピースの運動を作りたいなと思って作りました。で、まあ、これ、詳細のシステム構成はちょっと今後使うことになっているので、今回はお話しです。は控えさせていただきます。で、まあ、実際、中に今までよりも部品を詰め込んでるんですけど、少し詰めて、まあ、この前にあるようにちょっとワンサイズが小さくなってます。一応こちらの方は僕はもうテストしていて、まあ、今度はほぼじゃなくてきちんと360度で撮れることが分かったんです。まあ、被写体役員を大きく移動するんですけど、できるようになりました。で、まあ、開発期間もですね、2回目になると非常に短くできて、まあ、3ヶ月あってから1ヶ月終わったり、すごい重くなったりサイズがちっちゃくできたりと、まあ、結構いろいろ不思議なことがありました。で、まあ、いろんな人に、プロジェクトを支えてもらって本当に感謝しています。ヨマスに関しては本当に今後も一緒に会社の方を手伝ったりいろんなライセンスを受けたり、まあ
先輩です。ありがとうございました。